グローバルハウス対カナダ5月何日だ19おはようあうっすまだ知らなくてよかったね。うん。いいっすか。ピーッ。さあ、前から行こう。さあ、始めました。グローバルハウス対カナダハウス。朝試合。おーっと、ボールかけ上がったのはビーマーだ。オーバーヤルキャプテン。シェリが返す。おっと、なのにボールが。さあ、始まりましたね。今日の試合、見どころはどこでしょう。ビデオに入ってますね。朝のうち、やっぱカナダハウスの。やばい、ボールが見えない。グローバルハウスがいかに最初得点できるかっていうところです。なるほど、立ち上がりの攻防が見どころであると。はい、そうですね。ごめん、なんか光で全然見えない。カナダハウスは、ね、運動量が多いので。後半、グローバルハウスだと守りきれるかっていうところが感じてます ね、うん、なるほど、そうですね。お、先ほどお議題に上がりましたスローインですね。さすが高井戸選手、サッカー部だけあって安定のスローインを見せております。そうですね。さあ、初心者ともなります。サイドからスローインは結構細かいというか、覚えるところがあります。大変なところなんですけど、カナダハウスのモウですね。あれは、あれはね、スマッシュブラザーズが強いで有名なんですよ。ああ、そうですか。やっぱそれがやっぱサッカーにも生かされてくるところね。立ち上がりグローバルハウスペースですね。どうやらボールがセンターラインをなかなか越えません。ちょっとそろそろシュート1本みたいところですけど、カナダハウスカウンター気をつけないところです。グローバルハウスとしては、お、これが岩田のディマックセンターバックショーター、おー、ファインセーブ出ましたね。やっぱりここでちょっと気を抜くとカナダハウスに入れられるっていうところ。そうですね、個の力があるのでやっぱカウンター注意ですね。そうですね、グローバルハウスで中盤が打つことが多いので、ここは守りきってほしいところですね。さあ、1本目のコーナーキッカーカナダハウス、キッカーはディマ選手。上がりました。上がりましたよ。おっと、ショート選手、ショート選手カットしました。ケビンが、ケビンが外に出しました。おっと、ここでカナダハウス。さあ、もう一度攻撃を組み立てるカナダハウス。グローバルハウスも。お、ここでカットです。さあ、ここですよ。ここの守備が大事です。今さあ、サイドから駆け上がってきます。今選手、今日活躍が目立ちますね。カナダハウスは中に2人。カットしました。今カットした選手は。シェル選手ですか。シェル選手でした。シェル選手ですね。シェル選手。やっぱり彼女はいいところで勝ってしまうね。立ち上がり3分が経過しようとしています。どうですか、解説星さん。今のところ戦い五分五分という形ですかね。そうですね。やはりカナダハウスは個人の技が光ってますよ。まあ、グローバルハウスは今のところ連携というか全体的なプレーがうまくいっていて、この全体的なチームワークと個人プレー、どっちやるのか楽しみですね。さあ、ここで取り切れるかグローバルハウス。お、これはサッカー部の1年生高一選手。そしてサイドが上がってくるのは4年生湯田博選手。1年生4年生のホットラインですね。そうですね。さあ、グローバルハウス1本目のコーナーキックです。いや、ここはケビン、もらいたいですね。キッカーは誰ですか。田島選手ですね。高橋選手がこぼれ球に捉えます。さあ、ここチャンスですよ。おっと、モウ選手はでかいですね。さあ、こうものにできるか。失うなグローブハウス。
ゃんとつなぎますね、カナダハウス。さあ、このカウンターがカナダハウス強い。あと浮いていますね、カナダハウスの選手が。これは危ない。おっと、これは危ない。おお、ノアローディ選手、勝ちですね。さあ、これはカナダハウス。あ、気がする。あー、ナイスカット。ナイスカットです。ボールがなかなか落ち着きません。あっと、これは危ないですね。これ非常に危ない、このパターン。おー、アナルナ選手。ナイスカットです。モー選手を。さあ、モー選手が、B ダッシュですね。これか。おー、ナイス、飯田博樹選手。飯田選手。彼にとって残り2回ですからね、岡田杯は。ゲーム入っています。あー、そうですね。さあ、ここで高橋選手にボールが落ち着くか。飯田選手に当たる。7に当たる。おっと、おっと、おシュート、あーっと脇の外。この試合両チーム通算で1本目のシュートはグローバルハウス辰巳選手ですね。試合開始5分が経ちました。そうですね、ガク選手がナイスセーブを見せましたね。失礼、まだコーナーキック。グローバルハウス2本目のコーナーキックです。さあ、ターゲットは誰なのか。今日は何なの。さあ、入りました。誰もいない。おっと、これは危ない。これはかなり危ない。佐々木さん、勝ちたい。ああ、ナイスカットですね。今のは危ないですね。そうですね、やっぱりカウンターが怖いですね。こんなキック、こちらの一番のチャンスから一瞬でここまでボールが戻ってきます。カナダハウスのカウンター。ずっとついて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 。ユイ選手、警戒ですね。彼もね、彼もね、経験者ということでなかなか自信を持って臨みますね。じゃあそこはグローバルハウス、やっぱり自信っていうところがこれこう一つの鍵となってきますね。組織的な守備で、やっぱり今回初体験の1年生とかはまだ自信が効かなくて思う通りのプレーができないっていうところがありますか。これはあの1年生の渡辺選手から聞いた話なんですけど。渡辺選手、危ない。まあ岡田はサッカーではないっていうエドガー・アラン・ポーさんの名言も残されております。エドガー・ラッテ、有名な選手ですね。大丈夫か。そこら辺の距離が分かるまで1年生時間がかかりますね。さあ、ここはチャンスだ。さあ、ここはチャンスだ。カナダハウスのベンチ、あれは2日酔いかな。どうでしょうね。どうやら立てないですね。さあ、こうものにできるか。おーっと、狙いはない。切り替えて、マーク、縦に走るよ、縦に。お、ここはファールスローを取りました。今のなぜファールスローか分かりますか。ちょっと頭から。そうです、正解です。ルーマー選手もちょっと気をつけよう、反面教師と気をつけておくことがあります。このスリーに、バガースリーに直せ。そんなこんなで試合開始1分が経過しました。まあ、ボケに長いですからね。2.5 分で終了ですね。さあ、入った。ヘッドだ。いいボールだ。惜しい。ディマ選手、もう押し込めるか、頑張らず。ボール落ちるとこにはディマ選手がいますね。さあ、このカウンターは要注意ですよ。カナハズ、なかなか早いカウンターを持っているので。さあ、腰つかせて、さあ、誰に出す。ヒロキ選手が呼ぶが、ケビンに当たる。あ、でもここは抑えてほしい、ここは抑えてほしいが合わない。点を割ってしまう。そうですね、が意思疎通ができてませんでしたね。あっちで持ったときは、ケビン。よし、取れるよ、そこ。ナイス、サンキュー。落ち着かせ。OK。お前。浮いてるよ。下がって後ろにいる。
まあ、そこ前向かせな前向かせんな前向かせんなグッド OKOKOK プレッシャー行こうプレッシャー行こうタカピーいいねここで出てくる公平というのはカナダハウスの公平ですね。彼もあの両足からいいシュートを打っているので要注意です。どの選手あの背が高い。あ、18番。そして、どろ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 13番。いや、ごめんね。来てる、来てるよ、来てるよ、来てるよ。自分で自分で。危ないよ。さあ、さあ、俺は早く頑張って。行け行け行け。あの、白と赤。あの、アキラですね。18。そうです。おい入った。ナイス、ナイス。そうですね。キーパーは全く予想していませんでしたね。そうですね。キーパーの頭の上を来ましたね。そうですね。素晴らしいシュートでした。ナイス。あと今時間は何分？あとね2分で交代ですね。交代までもう一本シュートみたいですね。さあここでカナダハウスが前明かりになってくるのが要注意です。あそろそろカナダハウスもエンジンに来るので、ここからグロバは警戒していかないときついですね。はい、サンキュー。もう出てよ。いや、やばいやばいやばい。ディレイ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 。前向かせない。いいねいいね。オッケーよーし。はい、サンキュー。ナイスエンスナイスエンス。なってからラストワンプレーに、okay. 止めてないから、はい、
ありがとう。あ、後半じゃあやってもらっていいですか。あと公平からタイマーをおね、なんか渡されて、うん、ここに出てて、あ、そういうことだ。よし。あと10秒ぐらいにいつ声かけたらいいの。なんかタイマー鳴ったらラストなんだっけ、ワンプレーだ。そう、ラストワンプレーって言ってって言ってた。あとなんか5分前とか一応言った方がいいかもしれない。残り5分。
あと何分ぐらい？あと30秒。あと30秒。あと20秒とか。ワンプレー気づいてる。ラストワンプレーだよー。ラストワンプレー。1点決めてか。